法学部が2023年4月に移転する茗荷谷キャンパス。一体どんなキャンパスになるのでしょう。茗荷谷は都心ながらも静かで落ち着いた住宅街が広がります。自然も豊かで、桜や紅葉など四季の移り変わりを楽しめるエリアです。そんな茗荷谷があるのは東京都文京区、山手線の内側にあります。東京駅からは12分、そして池袋からは5分、新宿からは13分。都内はもちろん首都圏のどこからでもアクセスしやすく、通学に便利です。都心のビル群と豊かな自然に囲まれた環境、しかも茗荷谷駅から徒歩1分という近さ。丸の内、銀座、霞が関へもアクセスしやすく、就活にも便利な立地です。では茗荷谷キャンパスについて紹介しましょう。くどいようですが、キャンパスがあるのは都心のど真ん中。どこからでもサクッと通えて、放課後にはどのエリアにもサクッと移動できます。このキャンパスに通う法学部の学生は1年生から4年生までの約5700人。建物の外壁は中央大学の前身であるイギリス法律学校の赤レンガがモチーフです。地上8階、地下を含めると10階建て。新しいキャンパスの内部をちょっと覗いてみましょう。例えば486人を収容できる特大教室、最大18万冊の蔵書を誇る図書館、そして学食、ラウンジやトレーニングルームなど学生生活を豊かにする施設が充実。しかも通り沿いの緑地や屋上庭園などもあり、緑に囲まれた心地よい空間が広がります。そして地域にも開かれたこのキャンパスでは、町の人たちとの交流も深まるでしょう。近くには理工学部や国際情報学部のキャンパスもあり、文系、理系の学びを融合した取り組みが今後は期待できます。ここで茗荷谷キャンパスの学生のある一日を覗いてみましょう。今日は一元から放送論の授業、現役の裁判官の方が授業を行うので緊張する。先生の研究室へ。午後のゼミでの発表を前に先生に相談に乗ってもらって一歩前進できそう。ランチタイムは学食で、午後の授業がない日は池袋へ出て友達とランチを楽しめるのも都心のキャンパスならでは。午後はゼミに参加。先週のゼミで出された課題について自分なりに調べたことを発表し、ゼミ生と意見交換。授業後は図書館へ。提出を控えた課題を仕上げるために集中。放課後はアルバイト。配達パートナーの仕事は隙間時間をうまく使ってできるのが便利。アルバイトを終えて帰宅。今日は一日フルで大変だったな。明日は授業が午後からだから表参道で買い物してから行こうっと。続いて大学4年生の B さんの一日を覗いてみましょう。就活も佳境のようです。丸の内で就職セミナーに参加。学内のキャリアセンターでのアドバイスも活かしながら就活頑張ってます。ランチタイムに友達と情報交換。お互いの持っている企業の情報を共有。悩んでいたことも相談にも乗ってもらって解消できそう。授業に参加。4年生になると授業は少なくなって大学に行くことが減るけど、友達に会えるのが楽しみ。資格取得講座を受講。難関資格の合格を目指して頑張ろう。キャンパスから東京ドームへは約10分。最近は就活で疲れ気味だったけど、好きなアーティストのライブで気分転換。広がる、つながる、深まる。学生一人一人の学びや交流を支える茗荷谷キャンパス。
その可能性は無限です。